疲れ様です。この動画は以前アップした悪魔の手まり歌の動画のリメイク版となりまして、以前のやつがちょっとBGM がでかいっていうクレームがあったりとか、あと映像の使い方が著作権の侵害に引っかかるんじゃないのかと、まあ、そんな気もしたので新たに今回作り直すことにしました。で、映画悪魔の手まり歌っていうのは原作が横溝正史で、映画公開が1977年4月2日と、まあ、45年ぐらい前の作品になるんですけれど、主演の金田一耕助が石坂浩二、共演が岸恵子と、和歌山富三郎、西野亜希子、北浩二などなどになります。作品上では舞台は岡山県の鬼こべ村というところになるんですが、まあ、この村はもちろん存在していない架空の村になりまして、映画のロケは山梨県で行われたみたいなんですね。で、特に山梨県の観光地である昇仙峡の周辺で行われたことが分かっております。昇仙峡の周辺のいくつかの地区を使って一つの架空の村、鬼こべ村に見立てたという映画マジックになっています。ではまず金田一耕助が鬼こべ村にやってきて逗留していた宿亀の湯まで向かいたいと思うんですが、亀の湯に向かうまでの道のりでいくつかのロケが行われたので、合わせて紹介したいと思います。まずこの場所は立岡山というむき出しの岩が特徴的な山が近くに存在していまして、これが映画の中でもはっきりと映っているので比較してみたいと思います。はい、いかがでしょうか。左が1977年頃、右が2021年となりまして、一応季節を合わせに行ったんですが、映画の方がもう少しだけ木々が枯れている感じがして、より乾燥といった印象を受けます。少しアングルは違うんですが、奥の立岡山の岩肌がそっくりそのまま残っていることが分かります。あと矢印の部分は金田一耕助と磯川警部が自転車で2人乗りをしているんですけど、その道は現在はガードレールがついていたりします。こういうアップのカットもあるんですが、多分同じ道で撮影されたと思います。2人の横の石積みと同じようなところがこんな感じでこの道には何箇所か存在します。続きまして、この道をしばらく進んでいきますと、今度は石碑とか石道路が並んだ場所にたどり着きます。で、ここはですね、劇中で殺人シーンの一つで使用された場所になるんですね。夜のシーンだったので暗くて分かりづらいんですが、劇中ではお地蔵さんが立っていまして、これは最も映画のセットだったようです。今ゴミ箱があるあたりに設置されていたんじゃないのかなと思われます。あとですね、奥に石灯籠が見えますが、これはご覧のように現存していました。次に犯人目線のカットなんですが、これがお地蔵さんの後ろからのカットになります。まあ大体こんな感じで、今はゴミ箱の後ろあたりになるのかなと思いますね。奥の方は現在はトラックが止まっていたり小屋があったりと少し景観が変わっているのがわかります。この時少し散策していたんですが、近くにはなんかいい佇まいの神社があったりしましたね。こんな感じで今でもなんか映画のロケで使えそうな雰囲気を持った場所だったなと思います。そしてこの辺りから先ほどの事件現場を遠くから映したカットが撮れます。比較してみるとこんな感じで、道の形が当時とほぼ変わっていないことがわかります。当時は木や草が少なかったり、あと電柱がなかったりと、すっきりしている印象は受けますね。あとはやっぱりコンクリート製の壁やガードレールが当時の雰囲気を少し削っている感じがしました。まあこれは仕方ないことかなと思います。右の道からやってきて U ターンするように山を緩やかに登ります。映画ではここは六道の土と呼ばれた場所になっていて、木の目印も立てられていました。で、この道をさらに山の方に進んでいくと、目的地の金田一耕助が泊まった宿、亀のような建物があります。もっとも映画では旅館として登場したんですが、実際は旅館の営業は行っていない民家になります。今でこそこの場所はネット上にたくさん情報が上がっていて特定は簡単なんですが、私2010年頃にもこの場所を調査していて、1回目はバイクで近くまで来ることはできたけど、結局亀の湯までたどり着かなかったという思い出があります。当時まだ Google マップのストリートビューが未発達だったか、使いこなせていなかっただけかわかんないんですけど、なんか航空写真と昇仙峡っていうワードだけで頑張ってた記憶があります。翌年にようやくこの地区の名称を入手することができて、それでリベンジしてやっと見つけましたね。ちなみに2010年の時と現在では全く変化はないように思います。この坂を登り切ると少し見晴らしのいいところに出ました。で、この場所がですね、この映画でも印象的な仙人峠のシーンで使われたというのが
通説になっているんですが、私も最初来た時、おここが千人峠かと感動したもんなんですけど、こんな感じでですね、映画と比較してみますとどうも違う感じがすることがわかります。もちろん道が舗装されている云々はあるんですけど、決定的なのは奥の立岡山がどうしても映ってしまうんですね。一方映画の方では山の稜線はもっと緩やかであることがわかります。別のカットを比較してみるとこんな感じです。やっぱり少し右側にアングルを変えたカットになるんですけれど、立岡山の稜線が入ってしまうんですね。で富士山が見えると岡山の設定が崩れちゃうから曇天を狙ったとかいうそんな逸話も聞いてて、確かにここから富士山は見えるから合点いくなとは思ってたんですけど、でもやっぱりですね、映画とこの場所の雰囲気が違うことがわかりますよね。なので千人峠はここではなくて別の場所で撮影されたと考えるのが自然かなと思います。では実際にどこで撮影されたのかということは後ほど解説したいと思います。はい、そして偽仙人峠を過ぎますと一応建物が見えてきたりして、またここも一つの集落みたいになってるんですね。まあ、とは言っても確か3軒ぐらいしか民家はなかったと思います。いずれにしてもどの家も土地は広い感じでした。でその一つがこちらなんですが、このお宅がまさに金田一耕助が投入した宿亀の湯の建物になるわけです。映画当時と全く変わっていません。比較してみるとご覧のようになります。映画の方では後ろの丘の上から見下ろす形で撮られているので少しアングルは異なるんですが、まあ、それでも同じ建物であることはわかると思います。築何年経っているかわからないんですが結構綺麗で手入れをちゃんとされていることがわかりました。で奥にトタン屋根の納屋みたいな建物もあるんですけれど、それも現存しているんですね。当時は家の正面にかやぶき屋根の建物や電柱があったみたいなんですが、それは現在なくなっていました。入り口のアップはこんな感じです。蔵の手前に亀の湯の立て看板が設置されたわけです。ちなみに撮影にあたっては家の方に許可を取っております。ちゃんとですねこんな感じで用心棒にも挨拶をしました。楽しいな。次にこの蔵の横に石碑みたいなものがあるんですが、その奥から金田一耕助が下ってくるカットがこちらになります。ご覧のようにですね、現在はこの坂はなくしてしまったようです。そしてこちらは家の2階部分を映したカットです。先ほど紹介したかやぶき屋根がこのカットでは正面に来ています。そして家の屋根の方を映すと背後には立岡山が迫力ある感じでそびえ立っています。家の裏手にこんな感じで道があるんですけれど、これは今でも存在しております。そしてさらに上部にアングルを向けるとこんな感じで山の全景が見えます。で映画では山深い山間の村という印象を受けるんですが、やっぱりですね、ただスマホで撮っただけだと全然迫力が違うことが見てわかります。では続いて亀の湯の裏手に回ります。当時はこの辺りから家の裏手に向かって下り坂が伸びていたものと思われます。石坂浩二演じる金田一耕助が自転車に乗って坂を下ってこけるという冒頭のシーンで使われました。ご覧のようにこの辺りは今は竹やぶになっていましたね。映画の時はどうだったんでしょうか。あんまりなんか竹やぶが生い茂ってる印象はありませんでした。でこの道を登ってしばらく歩くと今度は墓地に到着します。この墓地は映画の中で登場した墓地であるという説があるので比較してみます。まあ、こんな感じなんですがいかがでしょうか。当時は背後にこういう木がなくてですね、まあ、広い野原に墓地があるような感じなんですが、ちょっとここも同じ場所としていいか悩ましいところではあります。左右の映像で45年の月日の差はあるとはいえですね、当時木が全くなかったなんてことはあるのかなとちょっと思っちゃうんですね。まあ近年ね植林してこうなったっていう可能性はあるんですけれど、映画に映っている墓地は無造作に墓石が置かれていて、これもまた田舎の墓地といった感じがします。続きましては先ほどの亀の湯の集落からは離れて車でだいたい10分ほど来たところまでやってまいりました。ここは小仙峡グリーンラインという立派な名前がついた道の途中なんですが、少し見晴らしのいいところに出ました。ここから眼下を見下ろすと、まあ、こんな感じの絵が撮れるんですが、まさにこのカットが映画で使われたんですね。比較してみるとご覧のようになります。シーンとしては金田一耕助が町まで歩いていくといったカットになっていて、ご覧のように木の種類の位置からも同じ場所であることがわかります。金田一耕助が歩いていた道は当時はおそらく林道レベルの狭くて、車が通っていいのか悪いのかよくわからないようなそんな感じだったと思いますね。現在はちゃんとアスファルト舗装されていることがわかります。
で、ストーリーとしては金田一耕助がこの道をまっすぐ歩いていくと千人峠にたどり着くというような流れになります。で、続いてはこのカットなんですが、先ほどの道をそのまままっすぐ行くとこのカットが撮れます。現在は手前の針葉樹が成長して金田一が歩いているところはもはや見えなくなっているんですが、同じ場所であることは間違いないです。さらに映画の中ではカメラを引きます。そうするとこのカットになるんですが、遠くの山の稜線もだいたい一緒であることがわかります。そしてこの後に千人峠のカットが差し込まれるんですね。なので流れからしてですね、この青い矢印の部分こそ千人峠なんじゃないのかなと推測ができます。まあ、つまりこの遠くから撮っているこの場所をアップで写したのが千人峠のシーンであるということなんですね。道としても開けた峠で左に曲がっているということは全く一致しております。というわけでございまして、早速この場所まで歩いていってみたいと思います。はい、今私が歩いているところがちょうど映画で金田一が歩いていたところになります。映画では遠くからこの場所を狙ったと思いますが、振り返るとですね、こんな感じでガードレールがいくつかあるのがわかると思いますが、上の方からここを狙える場所があるんですね。で、映画当時はこの道はおそらく舗装もされていなくて、多分このガードレールすらなかったんじゃないのかなと思います。で、このまままっすぐ進みますと突き当たりまでやってきて、ここがですね、まさに千人峠なんじゃないのかなと思われる場所になります。比較してみるとご覧のような感じです。まあ、もう面影は全くないですね。ただですね、奥にうっすらと山の稜線が見えていて、この高さがだいたい映画の時と合っていると思います。映画でも微妙に車の轍が見えるので、一応車は入ってこれたみたいですね。次に老婆とすれ違うシーンなんですが、こんな感じでしょうか。奥の木が成長して、やはり景観が悪くなっていますが、昔はすっきりして見晴らしが良かったことがわかります。右側の山の稜線が同じように存在していることもわかります。次に左に曲がるとこうなるんですが、映画だと老婆がやってきた方向で、流れ的にはこのカットと比較することになります。ただですね、このカットも果たしてここなのかは怪しいですね。まず映画も現在も奥の方で右にカーブはしているんですが、そこまでの距離が少し映画より遠い感じがします。また右側に建物があるんですが、これは航空写真で見ると1974年頃時点ですでに存在していたので、映画撮影時にはあったことになります。ただ映画にはそれらしき影は一切ないので、もしかしたらここではないんじゃないのかなという可能性があります。最後に老婆が去っていくカットです。これはつまりは金田一耕助がやってきた方向になるんですが、単純に比較するとこうなります。ただこのカットも別のどこかで撮られた可能性がありまして、まあ例えば今現在生えている木々がこの映画の中に一切映ってなかったりと、あと道の曲がり具合も当時と違ってたりするので、まあ、やはり別の場所で撮られたんじゃないのかなと、そんな気がしますね。というわけで、ロケ地探しの旅はまだまだ続きそうです。今回の動画は以上となります。